どうも皆様ごきげんよう、クーです。それでは妖鉄の丸風車続きプレイしていきましょう。さて今回はおそらく無能エンドがあるでしょうから、それにチャレンジしていこうと思います。まあ多分どんどん失敗すればいいと思うんだよね、最初のその外門防衛戦を。いいですかね、じゃあ行きましょうか。だから味方の雇用とかも全然しなくていいんじゃないかなと思う。とりあえずどんどん来てもらおうか。どれくらい失敗すればいいんだろう。半分以上かな。25ぐらいにしてみよっかね。とりあえず25だから最初の10日間は頑張ってみようかな。最初の10日間は一応頑張っていきましょう。で、武器もそんな買ったりする必要はないだろう。はい、OK。攻撃力とかそういうところだけちょっと上げとこうかな。はい、仲間が欲しいけどまあいいでしょう。でショートガンでも買っとくか。はい、最初の10日間は頑張る、最初の10日間は頑張る。マガジン強化してないと2つしか撃てないんだ。OK、 普通にちょっと苦戦してる気がするけどいいのか、大丈夫か。最初の10日間は頑張る、最初の10日間は頑張る。その後は猛修理がかかるぐらいダメージを受けて頑張る。 OK。 わー惜しい気はするけれどもまあいいでしょう。めっちゃ食らうやんけトレードオフ、うん、そういうのは、しとくか。ちょっとノックバックするショットが。はい、マガジン容量かな。OK、 3になりましたね。これで少しは安定して敵を倒せるようになったんじゃないか。OK、 まだ来てた。OK、 ふう、やっぱ味方がいないと辛いね。サブマシンガンにしておこうかな。はい、 OK、 とりあえずここまでは OK。 最初の10日間は頑張った。はい、じゃあほい、集団性リロード速度は上げておきましょう、一応ね。はい、で寝る、 OK。 さあどうだ、しばらくはちょっと見送りましょう。OK、 よしよしよし、紋修理がかかってる。これでいいんだろ多分。はい、
黄色のゲージにかかるようにすればよしと。微調節ができるようにしておきたいから、あんまり強すぎるやつは倒しておこうね。 OKOKOK。 はい、強いやつは見逃す、強いやつは見逃す。あ、強いやつは見逃すんじゃない、強いやつを倒す、強いやつを倒す。 OK、 よし、いいでしょう、いい感じよ。強いやつは倒す、強いやつは倒す。来ないな。はい、 OK、 よし、いいでしょう。ちょっと手間だけど頑張るしかないね、こういった作業。おっと、あ、でも倒さない方がいいか、ちょっと様子見よっか。まだ来る？ OKOKOK、 よし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 、いいバランス、いいバランス。全部見逃すとね、多分やられてたね今ね。トレードオフはどうだろう、する必要ない気がするけどね。っていうか、何もできる金額じゃねえ、何も買えねえ。OK、 はい、よし、計画的犯行だ、いいぞ。門修理のせいで収入が全然ない、そのうち武器も買えなくなるんだよ。こんなもんかな。 OK、 よし、いいでしょう。いやー、ほんとずーっと何だろう、収入がない状態ですね。でかいやつが来そう。でかいやつ一発だけ？一発だけ？どう頑張っても倒しきれないんだよこれ。ほう、怖い怖い。モンシューリ5大破したから怖。黄色のところでとどめないとダメなのかな、もしかして。そうだね、黄色いところだったらモンシュール2で、赤いところだったらモンシュール5かかるんだ。その辺も考えないといけないのか。うわー、介護保険料。てか俺基本給上がってなくない？まずい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 。結構食らう。オッケー。よし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 。よし、オッケー。ふう、基本給ずっと上がってないっすね。さあ、ハンドガンだよ、大丈夫か？あれ、あなたまだ一人なの？これは一番最初に見ましたね。 OKOK。 でテレビは、はい、配送を続けており、あ、連合軍は配送を続けているね、はい。ふう、いや結構神経使うねこれね。これで今
基本給が上がらないのを10日間ぐらい過ごしたか。そうだね。普通に頑張っても黄色に行きそう。ちょっと待って、普通に負けそう。そんなことあります？そんなことあるんだね。ああ、はいはいはい、雇用していないっていうお話ね。いや、一応俺もリトライはできるんだね。卑屈な兵器を使う。ああ、見た。他国に比べて消費税が低いことについて政府は国際的水準まで段階的に引き上げる方針をとか言ってるけど、その他の税金もめちゃくちゃ多いけどな、お前の国は。 OK です。急に強くなった。本当に何も支給されん。でかいやつは倒産。あ、成功してしまった。あー、やった。まあいいや。これ以上は通さなきゃいけないかな。あー、赤になっちまった。どんどん引かれる。わざと負けるのってすごいストレスだね。するつもりはないのよ。オッケー。上級ショットガンは使えてるからな。でかいの来てる。待って。あぶねー。オッケー。で、アサルトライフルに変えておくと、はい、よし、 OK。 修理ばっかりかかってるとあれだね、基本給も上がらないから控除ばっかり大きくなってって、もう全然もうまともに戦えるような感じじゃないっすね。
もう俺の給与から差し引くものなんて何もないだろ。ずっとただ働きだよ。無能だから。まずい。OK。よし。ああ、基本給上がらねえ。これはいいかな、大丈夫かな、はい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 、大丈夫です、はいはい、こんなもんかな、こんなもんかな、そろそろ本気出していい、大丈夫、遺産で出生進んで納税、怖い怖い、配給品の質の良さのニュース、はい、じゃあ寝ましょう、オッケー、19日間ぐらい頑張ったのかな、オッケー、よしよしよし、いいよ、お金増やしとかないと武器買えねえからな、すごい勢いで減ってる、すごい勢いで減ってる、赤いところまで行くな、オッケー、ふぅ、これで今33だから22日ぐらいは待って待って待って、普通に負ける、普通に負ける、普通に負けちゃう、普通に負けちゃう普通に負けちゃう、お金増えるんだねこれでね、はい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 、ここぐらいで留めておきたいのに、敵の攻撃が全然止まらん、よし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 、ようやくようやく、ダメだ、赤いとこまで行ってしまう、自利品だぞこれ、おお、まだか、オッケー、あーすげえしょっぴかれてる、つらい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 、マジでつらいやつじゃんこれ、オッケー、あーつら、スパイク買っとこう、スパイク買った日になんで空から来るんですかね、ん、あーでけえやつか、2発でいいだ3発意図せず食らっちまったよ、これはもう無能判定もらうだ、大丈夫か、無能判定もらえるんじゃないのか、給与査定で紋修理が入るかどうかだとは思うんだけど、あ、やばいかもしれない、つらー、そもそもあいつらが届く前にこの雑魚敵もそんなにあの
方のやつもあんまり通さない方がいいんだろうかな。あ、すげえ通る、すげえ通る、すげえ通っちゃう。なんとか、うわーうわ、マジ？ちょ、防御力上げよう。これで微調節ができるようにしよう。オッケー、いいよいいよ。めっちゃあのこの微調整めっちゃ難しいわ。あー待って。オッケー、よしよしよし。よし。オッケー。ふう。もうどれくらいやられてんのか全然わからん。雑魚敵が多い。待って、そんな来る。待って、普通に負ける。こんなことになっちゃう？下はスパイクに任せる。無理じゃね？これ仲間こよ、厳しくない？ちょっとこの辺も買っとくか。で、花っぽいね。これか。全然ダメ。まあ？何回もやり直ししてるからすげえお金だけ貯まっていってるわ。修理が豪華かってのほんとつらい。OK。 いよいよ。よしちょっと上の攻撃は無視していこうかな。ちょっとまずい気がするね。いけるか、押し切れるか。待ってください。つらい。はあ。可能な限りしっかり打つで、はい、お願いします。 OKOK。 なんとかいったね。ふう、いや結構きついわ。
OK。 だいぶ門修理させてるけど、うるさ。はい、そろそろ終わりだね、そろそろ終わりだね。 OK、 頑張るぞ。門修理どんだけさせたのよっていう気はする、すごく。よし、あーまだ来てるー、待って、まずい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 、お前らみたいに強いのが来るのはちょっと想定外。待って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 、やばい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 、負けたですよね、そうなりますよね。ちょっと仲間雇うか。はい、で仲間に任せるようにもしよう。仲間の方が強くない？黙って見てるか。いいな、ちょうどいい感じでダメージを負っていくな。めっちゃバランスいいやん。 OK、 あとはもう全力でやる。イルギナも全然違うんだな、これな。あー全然楽。あー待って、オッケー。さあ次ボス戦か。基本給ずっと上がらないんだねこれね、門修理させてたら。はい、チャンスカード、超連射いいじゃん。よし、来た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 。さあ、 OKOK。完全防衛成功1、リトライ10、強化カード30、はい、ガジェットカード取得4、不要な衛兵になるんだ。はい、あ、オールセージ、あ、これでエンディングだね。 OK、 はい、あなたが国家から期待された成果を上げることができませんでした。本日よりあなたの同居は10等級国民と認定します。あ、人権が認められてない国民か。反省を促すため国営公正施設に入所していただきます。模範的な国民になれるよう教育を受けてください。以上。なるほどね。1週間後、公正施設にて数名実行し、適切な教育指導の結果として衛兵は操作不要と判断しました。厳しすぎたのかな指導が。あ、これがエンディング1か。なるほど、マル風車はなくなってしまったんですかね。エンディング1が不要エンドか。じゃあショットガン、上級ショットガン兵のライカさんはまあこの辺りに来るのかな。多分アリービナエンド、エノスエンド、フェリセットエンド、ライカエンドか。でこれが分かんねえな。じゃあエンド10が、あ、エンド10じゃない、エンド9か。誰も雇用しないで最後まで行った場合かな。一番難しいよね多分な。 OK です。よし、じゃあこんなもんかな今回は。あ、すごい、全部もう埋まってる。いいね、 OK。 はい、じゃあ今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。